とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの装備を使っていこうと思います。これですね、ミステリーアーマーです。少し前の動画でこれお店で売ってたんだけども、買うか買わないか迷ったんだよね。でコメントが来て、これ絶対買ってた方が良かったのにっていうコメントが来たんだよね。買ってました。うん、このね HP6% 吸収のオーラがカバンに効くのかなーって思って、一応ね買っといたんだよね。でこれが当たりらしい。絶対買いのやつだったらしいんだよね。エンチャントは間違いない。雷、火炎のフォーカス、そしてクールダウン。で、防具についてるのが、霊体になるのと、6% 吸収のオーラ。だね。これがね、霊体になるんだから、バブルバースターのダメージはどうなるんだろう。多分変わらないんだろうね。ここが無敵になるだったら、最高のやつだったんだろうけども。まあ、とりあえず、6% 吸収どんな感じなのか見ていきましょう。デイリークエスト行きますね。ここ行こうか。ペットの数が2に固定。ハスクに代わって毒の雲。まあ余裕だね。行きましょう。では、キャプテンは全部倒す感じでやっていきます。ちょっとダメージがどんな感じなのか気になるところだよね。そして吸収するかどうか。あ、ワンパンじゃないけど、いいか。まあまあまあ、いつものバブルバースターっていう感じで。まあ、まあ悪くはないと思う。よし、OK。あー、でもワンパンの方がやっぱり嬉しいな。ちょっと待って、なんかすっげえ回復するぞ。回復量なんかえぐくない？モブダメージ 100% 増加。これ耐えれないでしょ。耐えれる？ちょっとなんかね、軽い一撃みたいなのを受けたいんだけども、軽い一撃を打ってくるやつなんかいないか。スケルトンぐらいがちょうどいいんだけどね。スケルトンちゃんいないかい？いないかな。あ、ハスクは死ぬな。ハスク死ぬな。おお、来た来た来た。ちょっと待って、これで、ほうほうほう。あ、カバンで回復するわ。あ、すげえ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 。え、マジか。ちょっと回復量が、今のえぐくなかった？半分以上削られてたんだけど、ボリって回復したよ。すげえすげえ、すごい。回復量がね、半端じゃない。なんだこれ。エナジーを入れてるよりも、全然回復するね。これ死なない装備になるんじゃないの？武器には、流れ込む魂を入れてて、さらに、この 6% 吸収で回復していけば、これ死なない装備完成したんじゃない？これはちょっとやばそうな気がするぞ。順調にキャプテンがいる。順調にキャプテンがね。でも多分ね、これあれだと思うんだ。ワンパンされれば、ダメな気がする。まあ、それはそうだよね。ワンパンは無理か。いやーこれ回復量やっぱ気持ちいいわ。ちょっと待って。あれ、いやでもすげえ、ちょっと倒しただけでもうフル回復よ。ありえない。あー間違いない。あぶね、ここは入らなくていいからね。いやーすごいのが手に入ったね。あー、まあまあ弓のねダメージはもちろんワンパンではないんだけど、即死ダメージではないんだけど、でもこれは死なないっていうことで強い。あーねー。あーでもまあまあ死ぬちゃ死ぬか、死ぬちゃ死ぬけど
生存率は、すごいよ、えぐい。全然知らない。今さっきのやつでも、多分イカの道具の時だったら死んでたもんね。あー、変更には弱いね。マジできついこれ。最後の最後。もうこれ勘弁して。ほんとナイトモードになって、で、ダメージ 100% 増加したでしょ。で、HP も 60% 減少したのよ。どうしようもない。これ。どうしろっていうの、まあ、敵のね、HP が増えない分、まだマシだったわ。うん。いや、もうむしろ、あれだもんね、イカの防具装備したら、敵の HP 増加はほぼ関係ないもんね。うん、でも今回は、このミステリーアーマーっていうことで、なかなか厳しい。うん。敵をね、ワンパンできないっていうのがちょっときついんだよね。でも、まあまあ、あ、やばい！おお！ HP は増えてないんで、やばいって。なんとかやっていける。いけたね。おっしゃ。おお！ここボスがさ、ちょっとワンパンが厳しいんだよね。待て待て待て、危ねえ！危ねえ！ソロプレイでよかった！マルチだったら、これ時間止まらないからね。絶対死ぬもんな。一応、スポンジで削ろうか。うん。もう一発でね、バシーンって倒すことができないんで、ちょっと厳しいんだけども、まあまあまあ、なんとか、うまいこと立ち回ってみましょう。よし。ダメージが入るようになってからスポンジで、サクッとこう、攻撃する感じね。おっしゃ！オッケー！もうちょい。オッケー！うわ、嫌なやつ来た！あぶねえ！あぶねえ！あぶねえ！死ぬ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 ！よし！倒した！オッケー！行くぞ！ちょっと待って。ちょっと装備変えさせて。いや、まあ意味ないか。意味ないね。ちょっと待って。ここで変更とか来たらもう終わるからね。よっしゃ！来るなよ来るなよ！変更来るなよ！よし！オッケー！よっしゃ、いいね。ちょっと待って、怖い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 、これ最後きついって。あ、もう分かった分かった分かった、もう最後は突っ切ろう。対電いるなよ、対電いるなよ、対電おるなよ。よし、もういいや、もういい、もう幸運装備とかいいから。さあ、それでは報酬どうでしょうか。グレートハンマー、次だよ次。なんだ、ハイランドアックス使わないな、ハイランド使わないな、愛のスペル棒エンチャントよろしくない。うん、まあとりあえずクリアしました。ハイランド、まあ回復がついてないな、ちょっと使いにくいと思うね。はい、ということで今日はこれミステリーアーマー使っていきました。ね、6% 吸収が本当にいい、本当にいい。今回は敵からのダメージを受けると即死するやつだったんであれだったんだけども、普通のクエストだったらば多分まず死ぬことはないんじゃない。うん、おそらくだけども帯電が変更点の場所、あそこですらこれいけるような気がする。それぐらいね、ものすごい回復量です。なんで止まったかわからんけど。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。